紫輝くん5は4。平野紫耀インスタグラムストーリー。長陽が眠たげな目を覚ますと、スマートフォンがざわめき始めます。通知が一つまた一つ舞い込んできます。その中で、一つだけが目を引きます。それは、平野紫耀くんからのメッセージです。5は4。彼のインスタグラムストーリーには、この印象的な挨拶が浮かび上がります。一瞬で朝が明るくなるような気持ちにさせられます。彼の幸せそうな挨拶は、 まるで心の中に日差しを届けるようです。彼のインスタグラムをチェックすると、蛇の出来事や気持ちを共有する楽しさを感じます。目が覚めると、昨夜の幸せな思い出がまだ心に残っているのに、今日も紫テルくんが幸せを届けてくれます。彼の存在だけで心が温かくなるのです。彼のインスタグラムストーリーは、彼のファンにとって重要なものです。彼の一言一言が、ファンの心を救ってくれるような気がします。 彼のかっこいい写真を見ると、ファンはメロメロになるでしょう。しかし、彼の投稿には時折、仕事に関する言葉も含まれています。彼の仕事の進捗や今後の活動について、ファンたちはいつも興味津々です。浦てるくんは朝早くから活動しているようです。彼の姿勢や努力には賞賛の声が絶えません。しかし、彼の活動の裏にはたくさんのサポートがあります。 彼の個性を引き立てる衣装やアクセサリーにも注目が集まります。でも、やっぱり気になるのは彼の次なる動きです。彼の仕事の進捗具合や今後の活動について、ファンたちはいつも気にしています。彼の挨拶を聞くたびに、ファンの心は踊ります。その言葉は、ただの挨拶ではなく、まるで彼がそこにいるかのような感覚を与えてくれます。彼の活動は単なる芸能活動にとどまりません。彼の存在は、 多くの人々にとって希望や励ましの象徴となっています。朝の挨拶を聞くと、ファンは彼の笑顔を想像し、その幸せな姿に癒されます。彼の存在はまるで光のように、暗闇を照らし出します。そして、彼の言葉からはいつも彼の人柄が滲み出ています。彼の優しさや温かさが、言葉の裏に込められているようです。紫テルくんがおはようというたびに、ファンの心はほっこりと温かくなります。 その一言が、彼らの一日を幸せで満たすのです。朝の挨拶が終われば、彼の一日の活動が始まります。彼が舞台に立つたびに、ファンは彼を見守り、応援し、続けるでしょう。紫てるくん、朝から幸せをありがとう。そして、今日も頑張ってくださいね。ファンの心はいつもあなたと共にいます。では、今日も紫てるくんの一日が素晴らしいものでありますように、彼の日常にはちょっとしたギャップもあります。 彼の投稿を見ると、時にはスマートな姿、そして時にはリラックスした表情が見られます。ファンたちは彼の多面性に魅了されるでしょう。最近の配信では、彼の魅力が存分に発揮されたようです。ドームへの行きたいという願いを叶えられなかったとしても、配信を通じて彼のパフォーマンスを楽しむことができました。彼の音楽への情熱や才能が伝わってきました。彼の活動を支えるファンたちは、 彼の成長や変化を見守りながら、彼と共に喜びを分かち合っています。彼のインスタグラムストーリーを通じて、ファンたちは彼の日常に寄り添い、彼との絆を深めています。紫テルくんの一日の始まりを彩る彼のインスタグラムストーリーは、ファンたちにとって特別な瞬間です。彼の笑顔や言葉が、日々の生活に活力を与えてくれるのです。これからも彼の活動に注目しながら、 彼と共に成長していきたいと願っています。さて、彼の次の投稿ではどんな驚きが待っているのでし。